すぐになるよ。Hello, I'm Haruka Kurebayashi. Today, I will show you how I apply my makeup to create a big eyes effect. Let's start!まずはカラコンを入れます。ナチュラルでちょっとガーリーなドール感を出すにはちょっと薄めでナチュラルな発色のもの、縁があんまり濃くなくて、まあできれば縁なしがいいんですけど、これで両目入りました。まず、ベースを作ります。これで顔全体に塗り込むようにしていきます。これはCC クリームなんですけど、なるべく日焼け止めの入っていて、下地とファンデーション一緒にできる CC クリームを選んでます。これはすごく保湿力が高くて、冬場でも夏場でもあんまり化粧直しをしなくて済むので結構使ってます。次にコンシーラーでカバーしていきます。カバーするところはだいたい目の下、クマとか影になりやすいところ、それから私はハイライト代わりにも使ってるので、この鼻筋のところと、あと眉毛の隅っこの方にこういうふうに重ねていって、あとは傷ですね、ニキビとかニキビ跡とか引っかいちゃった傷とかをこれでカバーしてます。で、この鼻の横と唇、下唇の端ですね、ここはこういう風に塗っておくと後々出来上がった時に口角がちょっと上がって見えるので、ここがポイントです。叩くように伸ばしていきます。パウダーのファンデーションを塗っていきます。仕上げなので軽く薄付きで、あまりこう伸ばさないようにはたいていきます。これで、目の全体にハイライトを入れていきます。入れる場所はこの目と頬骨の間、埋めるように入れていきます。から眉毛の端の方、目と目の間、鼻ですね、と眉毛の間の高いところも T 字を描くように入れていきます。今度はパールが入ったら目で、目の下にハイライトを入れます。ここにパールの入ったら目を入れることで、中の白目の部分がより白く引き立つようになります。すごくぷるっとしたような目を作るときに使います。ブラウンのラインでアイラインを引いていきます。ラインの色がブラウンっていうのがポイントで、ちょっと優しく見える色で、ずっと伸ばすように引いていきます。このラインは垂れ目の時のまつげの流れるラインを意識してます。ブラウンのシャドウで影をつけていきます。最初に使うのはこのシルバーの部分で、目のホールの部分を塗っていきます。対幅よりもちょっと広めに丸く塗っていきます。一番暗い
ハムブラウンで、ダブルラインと目尻の下にシャドウをつけます。二重幅のちょっと上らへん、ここですね。この目尻の下、だいたい目の全体の3分の1ですね。このラインがまっすぐになるような感じでブラウンを埋めていきます。このピンクで色をつけます。この二重幅のちょうど下に見えるところの大体半分から目尻側にこんな感じで付けまつげをつけていきます。まつげのタイプはちょっと目尻の重いものを使ってます。で、大体コンタクトの始まり、口の始まりらへんから開けて、さっき引いたアイラインに沿ってこの一番端の重たい部分がちょっとラインによって流れるなっています。マスカラで下まつげを塗っていきます。下まつげは全体にマスカラを塗って、さっきのアイライナーで、下まつげの目尻を描いていくのと、あとまつげで、くっついたところを埋めたりとか、あと塗りで白くなってるところを出していきます。目尻は細く外側に向かって感じで、まつげの影を描くようなイメージで、小さく切った目尻だけの下まつげをつけていきます。つける場所は目の一番縦が広いところの下一直線上ですね。そしてまた間をブラウンのライナーで足していきます。眉毛を描いていきます。さっき使ったブラウンのシャドウです。薄めのブラウンを使います。眉毛は大体生え際よりもちょっとだけ外側の部分から、眉毛を上げた時に一番高くくる通過して流すように、横髪に隠れるか隠れないかぐらいがベストの長さだと思います。ちょっと目頭の方をぼかして、アイブロウで眉毛を縁取っていきます。一番輪郭の上になる部分をこのようになぞっていきます。目尻の方はちょっと強めに角度をキュッと、目頭の方もぼかして、出してぼかして、チークで使うのはピンクのチークです。頬骨の一番高いところ、ちょっと外側ですね、目の近くに入れています。目尻とはくっついちゃうぐらいの感じでポンポンと、結構濃いめ、鼻の頭と顎
リップは赤です。ちょっとラメが入って、グロッシーなものを使っています。真ん中からちょっとはみ出すぐらいの感じです。オーバーにつきます。下は結構はみ出してもね、全然大丈夫なので、はみ出してます。で、上はこの山の部分に合わせてちょっと大きめにやったら、あとは普通に合わせてみていきます。仕上げはグロスです。結構キラキラしてるので、もう真ん中にちょっと乗せるだけです。Here is my big guy's makeup completed!今日は自分のブランド90884のお化けエプロンを中心にコーディネート組んでます。お化けは、私が一番怖いものなんですけれども、お化け、怖いお化けの中でも一番怖くないお化けっていうのをポイントに作ってます。襟のあるブラウスと、あとボリュームのあるパニエを2枚重ねて、で自分の好きなお気に入りの2杯今日は履いてきました。今日の髪型のイメージは、まあ、ピンクは私が結構好きな色ランキングの上位に入っているカラーで、刈り上げの面にある星は、夜の空をイメージしてます。好きな色、水色とピンクの、空に輝く星を散りばめて、で真ん中は刈り上げてちょっと夏っぽいスタイルに仕上げてます。Next time, I will show you how I apply blushing makeup. See you again on Kawaii Patin. Bye bye. Cool Japan. Kawaii cosplay, fashion, Lolita, traditional, gothic, idols, otaku. Wow new. All new trends in Japanese pop culture.